さんこんにちは、川島貴博です。ご視聴ありがとうございます。本日はですね、2ヶ月ぶりのワークマンのパトロールをしていきたいと思います。まあ、まだ長袖着てるんですけど、もう気温は初夏でね、結構暖かくなってきましたので、結構夏物なんかも揃ってきてるかなっていう風な思いも込めてちょっと着てみました。ちょっとワンコーデ組めるかは分かんないんですけども、まあ、いいアイテムとかあったらちょっとピックしてね、紹介できればという風に思っておりますので、よろしくお願いします。結構ね、ワークマン企画ボツになる確率が高くてですね、まだ店内の方確認していないんですが、僕はふわっと期待でいっぱいでございます。何かありますか？頑張って探しましょう、いいもの。お腹減ったっす。出てきます。A few minutes later。 僕は忘れてましたよ、初夏の前に梅雨があることなのでタイトル変更ですね。ワークマンで梅雨アイテム探してみた的な感じになると思います。感じでね、お家でねちょっといろいろ見せるんですけども、こんな感じのナイロンジャケット的な、まあ、レインコートみたいな機能性を持ちつつも高機能で、しかも値段が3000円台っていうね、格安なアイテムがあって、しかもかっこいいんですよ。普通にデザインもシンプルで、なので、ね、ちょっとかなり一押しだと思います。ワークマンの方が多分一番かっこよかったよね。そうですね、今日見た中では。まあ、ゆっくりとご紹介していきたいと思います。じゃあ入ります。はい、ということでワークマンから帰ってきました。こちらが戦利品でございます。それぞれね、まずご紹介しながらちょっと試着もしていきたいと思うんですけども、まあちっちゃいものからいこうかな。まずは1点目、小物なんですけども、こちらですね。なんていうの？これマルチケースって書いてありますね。まあポーチみたいなもんですね。結構ね、僕ワークマン行った時に、このワークマンのコーデュラシリーズというか、コーデュラコラボのアイテムを買うことは多いんですけど、マジでシンプルで使いやすいんですよ。今までね、コインケースみたいなのと、これよりも一回り大きいポーチ、まあ、それをね、ガジェットポーチにして使ったりとかしてるんですけども、なんか違うサイズのやつがあったんでこれを買ってきました。これね、面白くて、ここパカって開けると縦開きなんですよね。で、中にね仕切りが何個あって、ジップ付きのメッシュポケット、あとはメッシュポケットと、あとはカード入れみたいのが 1,2,3,4 つと、ここにまたジップのポケットがあって、でさらに上の部分にもね深めの収納がございます。で、このポーチの裏側にはですね、止水ジップになってるねポケットが1個あるので、まあ、しかもね結構深いんですよ。なので携帯とかも入りそうですよね。なんでこれからの時期だとアクティビティ行った時に首からね軽く小銭とお札と、あとはその濡れちゃいけないスマホだったりとか、まあお札とかここ入れてもいいと思うんだけどね、そんな感じで首からぶら下げといて、まあある程度の貴重品をここに固めておいて使うっていうのもできると思いますし、旅行時とかもねすごく便利なアイテムだと思います。あとはそのなんだろう、リュックとかの収納の中にこれを一つ忍ばしておくだけで、まあ旅行ポーチじゃないんですけどね、こんな感じですぐ取り出して大事なものだけこの中に入れておくような、そんな収納の仕切りにもなると思います。とても便利だと思いました。これをこのままガジェットポーチで使っちゃってもいいと思うんで、まあ、ガジェットの多さだったりとか持ち運ぶね内容によって使い分けても面白いと思います。こんな感じでね、首元のところだけなんかカメラのストラップみたいになってるんですけど、まあ、そんな感じでとてもシンプルなアイテムですので、まあ、使いやすいと思います。デザイン的にもコーデュラのタグがついているだけで、まあ、ワークマンのロゴとか、まあ、そういったものも一切ないようなアイテムになってます。まあ、首からぶら下げると、まあ、こんな感じなんですけども、もうこういう風にね腕通しちゃって、まあ、サコッシュみたいな使い方してあげても全然いいと思います。ペロンみたいな、そんな感じでございます。はい、これが1点目。はい、続きまして2点目なんですけども、これですね、これ僕結構衝撃を受けましたね。ショーツなんですけども、まあギアショーツみたいなもんですよね。これはね、商品名の方がリペアテック超軽量ショートパンツ、価格が1500円になってます。僕は M サイズの黒を買ったんですけども、他のねカラーもあったりとかしました。でちょっとチャッチさはもちろんあるんですけど、1500円でねショーツが買えるっていうのと、あとは何よりもその商品名にもついてる超軽量ってところ、なんかもう極端な言い方すればもうティッシュみたいな、そんな薄さになっているので、まあ、これからの時期だと、そのさっきもお伝えしたアクティビティとかバーベキュー海とか行った時に、もうそのまま水着代わりにね、こう中にインナーだけ履いて使っちゃうのもありだと思いますし、で山登りとかそういった時かな、アウトドアにすごく活躍するようなパンツだと思います。こうなんだ、旅行行った時にこう着替えでねショーツ持ってきたいけど、なんかかさばるの嫌だなみたいな、血の素材とかそういったものだとちょっとかさばっちゃうと思うんですけど、これだとこんな感じ、パッカブル仕様ではないんですけども、本当ソフトボールくらいになってしまうので、まあ、そんな感じでかさばらずに使えるのは素晴らしいなと思いました。で結構今回ねワークマンに初夏のアイテムないかなっていう感じで行ったんですけど、梅雨時期に活躍できるようなアイテムが多いなっていうのがすごく印象的で、まあ、これに関してもね洗濯してもすぐ乾きそうな素材だし、すごく軽くてね撥水加工もしてあるそうなので、まあ、そういったところもおすすめだと思います。これちょっと履いてみます。
はい、着用してみました。こんな感じ。僕は 175cm63kg で今 M サイズなんですけども、割とシルエットも綺麗ですね。でこの軽さってところが素材感にすごく伝わると思うので、まあ、季節感とかアウトドアとかね、そういった時の TPU に合わせるのはすごく便利だと思います。で特徴的なところが何点かありまして、このポケットめちゃくちゃ深いんですよ。なんで収納力もとてもいいですし、マチもついてるんですね。こんな感じで結構ね、厚みがあるものを入れてもね、ポケットズボッと入ってしまう感じです。あとはケツポケットも両サイドありますし、と面白いのがね、この裾にドローコードついてるんです。こうこれをねこう引っ張ってあげると、まあ、裾のところのねシルエットがこんな感じでカボチャパンツみたいになるよっていうところなんですけども、なぜかドローコードを止める部分がですねないので、まあ、ここで結ぶのかな、こういう風にちょっとわかんないんですけども、こんな感じでねシルエットも変えられるよみたいなアイテムなのかなっていうところですね。まあ、チャリンコとか漕いでて雨の日にねこう太ももから水が入ってくるのを防ぐみたいなのもあるのかもしれないんですけど、あんまり使わなそうな気はしますけどね。まあそこが面白いねギア感のあるポイントになってると思います。あとこのウエストのところはバックルベルトになっているので、まあ、これをね引っ張ってあげれば調節できますし、あとはボタン一つで取ることもできます。ただねウエストのところはイージー仕様になっているので、まあ、これもね使っても使わなくてもっていうところになります。基本的に僕こういう風なバックルベルトあんまり好きじゃないんで、まあ、切ってね使っちゃうかなっていうところはありますね。ウエストのところゴムは入ってるんで、これがなくてもねある程度のジャストサイズで購入していれば問題なく着用できる部分だと思いますので、まあ、そんな感じでね結構このバックルベルトって好き嫌いあると思いますので、そういった方はねそういう使い方もありだと思います。このバックル面白くてね、こんな感じで可動式になってるんですよ。ここは円になっていて、なんかこう自由に曲がるよみたいな、ちょっと高機能なバックルになっております。はい、まあそんな感じですね。これ割とね履きやすいと思いますよ。超軽いです履き心地は。でストレッチとは入ってないナイロン 100% の素材にはなっているので、ちっちゃめで買っちゃうとねちょっと窮屈感はあると思うんですけども、僕みたいにジャストサイズとかややゆったりで履かれる方にはすごくね調子のいいパンツだと思います。これが2点目。そしてラストなんですけども、これが一番良かったです。これがね商品名のバックインアラエルレインジャケットっていうもので3900円になります。これから梅雨のシーズンでね、やっぱりその雨めっちゃ多いじゃないですかっていう時にとても便利だし、しかも見た目かっこいいんですよ。こんな感じで普通にこうなんだろう、ロゴも全くないですし、ちゃんとジップも止水になってますし、と素材感のところもね全然チープ感はないものになっています。こんな感じでね、こうなんだろう、ノースフェイスとかアークテリックスとかね、もちろんかっこいいブランドあると思うんですけども、デザイン的にすごく濃く作られてると思います。ポケットのところもね全部マチ付きになってるので、こう立体感が多少ありまして、そんなところがねかっこいいなっていう風に思います。ただこの、ね、ジップにね、なんかこういう風にちょっとロゴ入りのねテープみたいなのついてるんですけど、こういうのは全部僕取ると思います。で面白いのがこれバックシルエットなんですけども、こういう風に縦にねジップが入ってるんですよ。見えるかな。でここを開けますと、まあ、こんな感じに広がるんですよ。背中が分かりづらいよねこれ。こう前から見るとこんな感じでも、後ろから見るとダバッと身幅が広がるようになってます。これの理由っていうのが、こうリュックを背負ったまま着用できるっていうのがポイントになってます。今の状態からリュック背負って羽織った時にさ、やっぱ背中突っ張っちゃうじゃないですか。なんですけども、ここを広げることによって背中の部分の身幅を広げて着用しやすくするっていう企画になっているみたいですね。面白いですよね。でしかも撥水加工もしてありますので、レインコートとして使えるので、とてもね機能性は充実していると思います。ちょっとこれも着てみます。はい、着用してみました。こんな感じですね。僕が着用したのが一応 LL っていうサイズになります。まあ L でも良かったんですけども、 LL くらいの方がねリラックス感のあるパンツと合わせてるのでちょうどいいかなと思ってこっちにしてみました。で今は背中をね開いていない状態になるので、まあ、こんな感じでね横から見ても違和感のないサイジングになってると思います。でポケットの多さがとてもありがたいですよね。ここの止水テープでしっかりと中にね雨が入らないようなそんな加工になってるポケットが 1,2,3,4 でさらに横からも手が突っ込めますので、まあ簡単にね出し入れしたいものに関してはここに入れておくとか、あとはこの内側、ここにもでっかいメッシュポケットがあって、こんな感じで収納力が抜群になっています。あとはねもちろんこのフードのところもねドロップコードついてますので、こう雨降ってきた時に上からの雨ね顔にこういう風にピタッとくっつけるためにここのドロップコード引っ張ってフードを閉めるみたいなこともできるみたいです。ちょっと前閉めてみましょうか。で、ね、このフロントジップに関しては止水ではなくて、こういう風に止めた後にスナップボタンでジップを隠すようなデザインになってます。マイクが隠れてるんでね音声めちゃくちゃ悪いかもしれないんですけども、まあ、聞こえづらかったらテロップで入れておきます。はい、こんな感じ。あとは、ね、袖のところにもマジックテープがございますので、こうグッと締めてあげればチャリンコ乗った時にねここから入ることもないですし、
そんな感じでね、3900円台でもね、すっごく高機能だと思います。まあ、梅雨の時期とかね、このセットでいいですよね。ナイロンパンツに、このレインジャケット。あとはサンダルとか、まあ、なんだ、長靴っていうよりも僕も足濡れちゃうと思うんで、サンダルとかでね、もう濡れてもいいや、コーディネートしようかなと思ってます。あとこの裾のところにもドローコードがついてるので、このね、身幅のところでスカスカしちゃってるところは、これでしっかりと閉じてあげれば、こんな感じですね。デザインかっこいいですよね、これ普通に。立体的なね、このポケットがちょっとアウトドア感もありますし、シンプルなね、オールブラックのジップも一体感のあるデザインになっているので、ワークマンの中でこれ一ちゃんかっこよかったなっていうふうに思いました。はい。まあ、この3点を購入してきました。はい。っていう感じでね、今回はワークマンパトロール、まあ、梅雨アイテム編みたいな感じでね、企画がすり替わりましたけど、いかがでしたでしょうか。本当にね、やっぱ、なんだろう、機能性とか生活面を考えた作りっていうのは、ワークマンすげえなっていうふうに思うので、もしね、行かれる方いたら見てみてください。特にこのレインジャケットはね、結構、大手ブランド顔負けのかっこよさはあると思います。もちろん細かい縫製の部分とか、まあ、そういったところを考えるとね、値段も全然違うんで、やっぱノースフェイスとかアークテリクスとかの方が、ね、頑丈そうな感じはするんですけども、3900円でね、まあ、梅雨用のアイテム買っとくかみたいな、ある程度かっこいいもの欲しいなって人にすっごい相性がいいアイテムだと思いますので、でしかもねロゴとかついてないんで、ワークマンバレしたくない人にもとてもいいアイテムだと思いますので、よかったらチェックしてみてください。ただ、ね、個人的なおすすめはね、このショーツとこのコーデュラナイロンのシリーズ、持ってない人はね、コインケースとかでもいいからぜひ見てみてください。しかもこれ980円だから超安いですよ。はい、っていう感じで、ね、今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね、ちょっと真夏になったらワークマンちょっと行ってみたいなっていう風に思いますので、その時期にはね、もうこういう風な長袖で全くないと思うんですけども、まあ、季節ごとのねお買い物を楽しんでいきたいと思います。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。